は全て秘密にできちゃうんですよ。こんなバカな話あるだって話でしょ。国、権力者、その人たちが都合不利益と感じれば秘密にできちゃうって。ただでさえこの国秘密多いじゃないですか。今この国に必要なことは情報開示なんですよ。情報の公開なんですよ。その真逆言ってる。ますます秘密にされちゃうよって。メルトダウンも秘密、そうでしたよね。で、放射能がどう拡散したかも秘密、何もかも秘密。そして嘘ばっかりじゃないですか。港湾内で汚染水ブロック、昔も今もこの先も健康被害ありません。嘘ですよ。じゃあなんでそんなことするんですかって。簡単、自分たちの思い通りの世界を作りたいんですよ。一部の人たちが、そのために僕たちに秘密にされちゃうことが多くなっちゃうよってことなんです。秘密を知ろうとすれば罰せられる、そんな世の中どうですか。地獄ですよ。刑務所の中と変わんないじゃないですか。生きてて意味あるかってことなんです。秘密保全法絶対認めなきゃいけないんです。秘密を漏らした者に対して懲役10年ですって。怖くてバラせませんよ、そんなの。そして秘密にされたこと、これは僕たちには伝えてもらえないんですから。だとしたらどこに地雷が埋まってるか分かんない。ネットの中でも自由につぶやけなくなりますよ。そして常にネットの中もどういう発言されてるかってことが監視が強まる。どうなりますか。やりたい放題でしょ、そんなの。絶対に許しちゃダメなんですよ。この秘密保護法、特定秘密保護法、名前まで変わって秘密保全法だったのに特定秘密保護法案になっちゃった。あまりにも内容やばいから、これ名前変えてちょっとシーズを変えてみたいな感じにしたらバレへんやろって考えてることが本当浅はかなんですよ、ね。どうしてここで喋ってるかって、テレビ新聞がなかなか言わないからですよ。これ全国の皆さんに伝えなきゃいけないんです。めんどくさいですね。でもそれが僕の仕事なんですよ。おいおい、お前国会議員やろ、国会議員のやったら国会の中でやれよ、そう言われるんですけれども、残念ながら圧倒的多数なんですよね、この秘密保全法みたいなことを支持する人たちが。だとしたら数の論理で国会では勝てない。じゃあどうすればいいか。一つだけ方法があるんですよ。皆さんの力を借りるしかない。最大勢力は有権者なんです。最大勢力は消費者なんですよ。政治家どっち向いてるんだよ。自分を議員にさせてもらうために企業のお尻を舐めて、自分自身の政治活動が企業へのロビー活動になってしまっている。その政治家たちに今勝つ入れんとダメなんですよ。じゃないと全て秘密にされちゃいますよ。何が秘密だったかっていう文章も残さないっていう法案なんです。だとしたら今やっていることが間違いであった、そういうふうに検証できなくなるんです。先の世代がどういうことを秘密にしたんですか。それを文章として残しとかなきゃダメでしょ。先の世代が検証できるようにそれさえもさせないってことは、今とてつもなくやばいことをやろうとしてるってことなんですよ。権力者が秘密と言えば秘密、何が秘密かは教えてくれない。最低5年、そこから延長無限ですよ。いちいち延長しましたって言わなくてもいいんだから、やりたい放題。そして市民への監視を強めるってことなんです。どうなりますか。ファシズムじゃないですか。この先にあるのは戦争に向かうんです。経済が疲弊してきた場合、一番手っ取り早く金儲けするのは戦争なんですよ。アメリカ見てください。強盗みたいなことの連続やってるでしょ。イラクに行った、大量破壊兵器を持ってる、人散々殺した、そして蓋を開けてみた、ありませんでした、ありませんでしたじゃないだろうって。強盗ですよ、これ。その強盗の片棒を担がされるのが日本だってことなんです。シリアにも連れて行かれそうになってたじゃないですか。まだ化学兵器を使ってたかどうかもわからない。国連が調査してる最中ですよ。なのにアメリカさんが言うから僕も賛成ってバカだって話なんですよ。国際的な機関がまだ答えを出していないのに、一国のリーダーが思えないですよね。まあ、あの人が判断してるかどうかは分からないんですけれども、でも許せないことだらけ。何よりも今僕たちの方向を全く見ていないこの国、この政府、この秘密保全法を止めないと暴走なんですよ。独占なんですよ。独創なんですよ。やりたい放題になっちゃうって話なんです。憲法なんて変えなくても OK なんですよ。あの人たちが憲法を変えたいって今頑張ってるけど、
ね、ああいう人たちが結構変えたいって言ってるけど、これ変えなくても OK なんですよ。特定秘密にしてしまえば、もう勝手なことできちゃうんですもん。究極は。止めなきゃダメなんです、絶対に。知る権利、奪われたくない。だって、知る権利奪われちゃったら、命に関わることにも、僕たち、自分たちで防御できないじゃないですか。国は情報を出さないんですから。それが世に出さなくなる。だとしたら命守れない。知る権利の先には間違いなく命守る、生きる権利もあるんですよね。生きる権利も守らなきゃいけないんです。そのためにはこの秘密保全法、絶対止めなきゃいけないんです。北海道から沖縄まで、今時間があればマイクを握るためにいろんなところに行っています。理由は簡単、秘密保全法を止めるために。国会の中では止められないよ。じゃあどうする。皆さんにアクションを起こしてもらわなきゃダメなんです。今日から始めてほしいんです。国会が始まる前まで。東京都には参議院議員が9人います。そして衆議院議員1人、各地域からの代表合わせて10人の議員事務所、そこにファックスメールで秘密保全法に反対、この法案に反対してくれなければ次の選挙は応援しませんというメッセージを送ってほしいんです。なぜか、次の選挙は応援しません。これはマジックワードなんですよ。何が何でも政治家でいたい人たちが多い中で、この言葉はマジックワード、聞くんです。そして数が多ければより聞く。一つの議員事務所に対してファックス、メールが1万通ずつ積み上がるぐらいの勢いにならないとこれ変えられない。でもできるんですよ。あなたから始めてください。そしてあなたのお友達10人に同じアクションを起こしてもらってください。そしてそれぞれの10人がまた新たに10人を作っていけば、これであなたから生まれる大きな勢力なんです。北海道から沖縄まで行ける限り、人のいるところに声を立ってみんなに今これを呼びかけてます。力貸してもらえないですか。あなたのためなんです。あなたの大切な人のために、知る権利、表現する権利、生きる権利、これ守りましょう。秘密保全法止めなきゃこれ叶わないんですね。おいおいお前、一生懸命秘密についてビールバーの上でお話しされてる山本太郎さん、あなたにも秘密があったでしょ。離婚もしてましたよね。子供もいましたよね。そういう、確かにそうです。間違いないです。僕には言いました。そして言わなかったことがある。でもね、山本太郎のプライベートを秘密にしていたからといってあなたの人権が侵害されることはないんですよ。生きる権利が奪われることはないんです。秘密にしてた僕が言うから間違いない。この秘密保護法、特定秘密保護法、秘密保全法、これはあなたの知る権利、生きる権利が奪われてしまうってことなんです。話途中でよくわからないけど、どういうこと。そう言われる方にはアメーバのブログで山本太郎を検索していただきたいんです。その中で秘密保全法について小中高生でも分かるように書いてあります。ぜひご自身知りたいという方も、そしてもう分かってるけど分かってない人に知らせてあげたいという方、ぜひご利用ください。山本太郎のオフィシャルブログです。本当にお騒がせしました。ありがとうございました。あ、ツーショットご希望の方はまた時間があればですけど、大丈夫ですか。ツーショット写真撮りたいという方、このほぼ肖像権のない男とツーショットを撮りたいという方はぜひ撮ってください。そしてそのツーショット写真をネットに上げていただきたいんです。ネットに上げて秘密保全法やばそうだ、そういうふうにブログであったりミクシー、ツイッター、フェイスブック、いろんなところに上げていただきたい。理由は簡単です。秘密保全法、このキーワードをたくさんの人の目にしてほしいんですね。たくさんの人が目に見えるような形にしたい。今このままだったらマスコミほとんど知らせてないですよ。とんでもない法案なのに、国民的議論にするべきなんですよ。これぐらい大切なことは。秘密、国に国防に、ごめんなさいね、国防秘密、そういうことは国を守るための秘密はすでに自衛隊法でカバーできるんですよ。なのにその範囲を広げて僕たちへの監視を強める、これが最大の目的、それが秘密保全法。ぜひ力貸していただきたいんです。皆さんに今止めなきゃどうする。この秘密保全法、このキーワードをネット上にどんどん上げていただきたいんです。賛成でもいい、反対でもいい、とにかく議論が巻き起こるようにこのツーショット写真も利用してください。よろしくお願いします。お騒がせすみませんでした。参議院議員の山本太郎でした。ありがとうございました。ツーショットご希望の方、
ちょっと並んでいただけますか、1列に。はい、どうぞどうぞ。これ本人おりますから、これ並んでください。ロープの内側で並んでいただければと思います。ロープの外側から山本太郎の写真撮りたい方もどんどん自由に撮っていただいて結構です。ただ